ブラッシンググルームはフランス生まれの競争馬、シュボバである。前兄に日本で種ボバ生活を送ったベーラーンが判定に同じく日本で種ボバ生活を送ったサイドチャペルがいる。G1 を稽古賞し、シュボバとしても成果を収めた。馬名は赤面する花婿という意味。母ラナウェイブライド、逃げた花嫁からの連想。 ジョン・マクナミー・サリバンに生産されたサラブレッドの馬で、ある。対抗15.3ハンドと、小柄な馬であったという。1974年にニューマーケットのタタソールズ・ヤディング・セールに出され、アーガー・ハーン4世に16,500ギニーで、落札された。フランソワ・マテチョウ教師に預けられ競争馬となる。特に2歳児の成績が結出しており、ロベール・パパン賞、モルニ賞、 サラマンドル賞、グランクリテリウムとフランスにおける4つの2歳、G1 をすべて制覇している。これは1970年のマイスワロー以来の記録であった。その後は年をまたいで、フォンテンブロー賞、プールゲッセデプーランを含む7連勝を記録。エプソムダービーで3着に敗れ連勝は、ストップ、自走、ジャックル・マロワ賞2着を最後に現役を引退した。競引退後、 ブラッシンググルームは626万ドルのシンジケートを組まれ、1978年からアメリカ合衆国ケンタッキー州のゲンズウェイファームで種子バ入りした。初年度3区から成功し、1992年に死亡するまでに92頭のステークスカチウマ、24頭の G1 馬を排出した。自身がマイラーであったのに対して3区は、 中長距離でも力を出すタイプも多く、外線門賞優勝バレインボークエスト、エプソムダービー優勝馬ナシュワン、2歳でカルティエ賞年度代表馬に輝いたアラジなど、活躍馬を多数輩出した。孫のインバソウルが、ブリーダーズカップクラシックや、ドバイワールドカップを勝ち、孫が外線門賞を勝っている。日本では、桜ローレル、マチカネフクキタルアブクマポーロ、 クウィークが、ブラッシンググルームの不系子孫である。また、ブルードメアサイアーとしても、非常に優れた成績を残しており、海外では、ラムタラ、オーサムアゲーンやゴルリコバ、日本では、マヤノトップガンやテームオペラをはじめとする大物を、多数輩出している。1988年と1995年に、AI、リーディングブルードメアサイアーに輝いた。他、多数。 ありがとうございます。